ちょっとさ、最近ね、実はちょっと私エーペックスがしてみたくって。エーペックス？エーペックス？あいさん、それはやめた方がいい。前に一回やったことあって、だいぶ前にああいうゲームちょっと上手くなってみんなを見返したいって思って。 CCR とか出るんすか？出ないけど。やめた方が。うるせえ。で、動画回しないとこでやったら1時間やって2キロできたのよ。あ、いけんじゃない。才能悪くないですか、アイさん。そうでね、これは動画したいって言って1時間半ぐらいやったの。1時間で2キロできたからいけるっしょって思ってやったら、あ、もう全然できなくってでも明らかに上手くなってるわけ。それは何かっていうと、あの、敵にあまり突っ込んでいかない。やばいって思ったらちゃんと撤退して回復をするっていうのができてたの。おー、すごい。で、だから、こう、一回終わるごとに、うんうん、え、ねえ、見た今の私、一人撤退して回復できてたんだけどーってさ。レベルが低すぎる。で、その次やったら、その、あの、20ダメージ与えれてたわけ。おー、すごい。見て、ダメージ与えれてるんだけどって言って。ウイママも来てますよ。まいちゃん、これからもゲーム下手でやっていこうなんて諦めてるけど、ウイママ。じゃあ、アイさん、やりますか。じゃあ、ウイママと3人でパーティー組んで、エーペックス、地獄のゲーム下手くそエーペックス、やりますか。え、やりたい。やりたい。マジでコメント、本当に地獄になりますよ、アイさん。やめないでくださいね、エーペックスのコメント。え、でももう、うまい人はびこってるから。まあまあ、確かに。逆に、下手すぎて、え、何このエーペックス見たことないみたいな、にはなるかもしれないですね。まさか、アイさん。ちょっと脱線しちゃった。アイさんからエーペックスの単語が出てくるのと思ってなかったですけどもう、だって玉木くんの震えようがすごかった。びっくりしましたもんね。え、僕、頑張ってバーチャルゴリラさんと渋谷春呼んでこなきゃって思ってましたもん、それ聞きながら。指導してもらわなきゃって思って。え、してもらいたいよね。ドン引きやと思うんだけど。なんか我々3人がやってるのを上手い人に見てもらって、うん、えって反応してもらいたい。やりたい。もうギャグなんだよな。1000時間我々がエーペックスに向き合ったら多分脳みそおかしくなりますからね。本当だよ、配信できなくなっちゃうみんな。死んじゃう死んじゃう。